今回は豚肉とナスとピーマンの生姜焼きの作り方を紹介します。すりおろした甘辛いタレに豚肉とナス、ピーマンが絡んで、ご飯のおかずはもちろんお酒のおつまみもおすすめですよ。それでは作っていきましょう。まずはナスとピーマンをカットしていきます。ナスはヘタを取り、大きめのナスなら横に3等分してから縦に半分にカットし、それを1センチ幅くらいにカットします。ピーマンはヘタと種を取り半分にしたら三角にカットしておきます。タレを用意します。おろし生姜小さじ1と醤油大さじ2、酒大さじ2、みりん大さじ2を合わせておきます。そこに隠し味として豆板醤を少量入れておきます。ナスが入るので少し辛みがあると美味しくなります。これをよく混ぜ合わせておきます。材料は豚肉 200g、 大きめのナス2本、ピーマン2個と合わせたタレです。豚肉に下味をつけます。塩、黒胡椒、醤油を適量入れよく揉み込みます。卵を少量入れ、片栗粉を一つかみまぶします。鍋に油を入れ、180度の高温に温めます。油が高温になったらナスを入れ、揚げていきます。ナスを高温の油で揚げることで短時間で加熱できるため、柔らかく仕上がり、油切れも良くなります。だいたい30秒ぐらい揚げていきます。30秒したらピーマンを入れ、10秒くらい揚げていきます。ナスとピーマンを油から引き上げます。そのまま豚肉を油通ししていきます。箸などを使ってほぐしながら赤いところが見えなくなるまで火を通していきます。豚肉に火が通ったら油を切ります。具材に油がたっぷり残っているので、しっかりと油を切っておきます。油をしっかりと切れたら具材を鍋に戻します。あとはタレを入れ絡めるだけです。火力を強くつけたらタレを回しかけるようにして入れ、混ぜ合わせます。タレを具材に含ませるようにして炒め合わせれば出来上がりです。
皿に盛り付けます。これで豚肉となすとピーマンの生姜焼きの完成です。揚げて調理するのがちょっと大変なんて方は炒める方法で作るのもいいですよ。その時は過去動画に揚げないでできる麻婆茄子の作り方を参考にしてみてください。このチャンネルでは簡単なまかない料理や本格的な中華料理の作り方を紹介しています。よかったら高評価とチャンネル登録をお願いします。リクエストなどがありましたらコメント欄にお願いします。最後まで見ていただきありがとうございます。また次回よろしくお願いいたします。